はい、エルアン元気ですか。アオトンフィットネスです。まあ今回の動画ですけどもね、こちら、まあ、英単語の語源図鑑、まあ、こちらの方をね、まあ、紹介していきたいと思います。まあみんなね、まあ受験生ってことで、まあシスタンとかターゲット、ダメだよそんな。まあ今回紹介するこの本、まあこれはね、まあ、素晴らしいと思います。まあこの本、まあまずね、百聞は一見にしかずってことで、まあこちら、まあ、紹介していきたいと思います。はい、まあこれ簡単に言うとですね、まあこういうことなんですよ。はいはい、わかるかな、見て。まあそのいろいろね、由来とかをしっかり説明してくれてまして、このなんでこういう意味になるのかとか、まあ、しっかり説明してくれるために、まあ、すごい覚えやすいっていう。まあ例えばこちらですね、最初の単語なんですけど、これアド、何々の方、何々の方、まあこういうイラスト付きでね、すっごい覚えやすいんですよこれ。はい、アドベンチャーとかね、アドレスとかね、はい、しっかり由来が分かるんで、すごい覚えやすい。そっからアドが付いた単語、まあ、すぐ並べられてまして、まあ、芋づる式に覚えられると、まあ、すごいよねこれ。まあここ、まあ、これはね、まあ、すごいいいんだけども、まあ、一つダメなところが、まあ、別にこれね、まあその受験に対応してるわけじゃないんで、別に受験以外のねワードも、まあ、書いてあるんですけども、まあ、まあその分効率が少し悪いのかなって思うんだけど、まあでもすごい覚えやすいし、一発で覚えられるし、まあ覚えやすいし、まあその楽しいって部分あるんで、まあターゲットとかシスタンとかは、まあすごい受験にしっかり、まあ、受験対策用の本当に単語帳だと思うんだけど、これはまあ違うんだけど、まあ、すごい、まあ、楽しく覚えられるんで、まあ、こちらはね、まあ、ちょっと、まあ、余裕あるかなっていう人におすすめですね。はい、まあ、その単語全部覚えててさらに極めたいとか、まあ、そういう人はもう本当にこれ一回買ってみて、まあ、これでまあ楽しくまた覚えることで、また記憶がね、単語の記憶がまあ深く頭に刻まれていくと思うんで、まあそこを、まあそれを目的として買うっていうのはね、すごいいいと思うんで、まあこちらのね、英単語の語源図鑑、まあこちらね、まあぜひね、買ってほしいと思います。